はいどうも、チャコラジです。こんにちは。私、チャコ先生、呪いが解けました。今日はその報告と、えー、その経緯についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。えー、っとですね、Spotify や Podcast のみでお聞きの方は何のことか全く意味がわからないと思うんですが、 私の YouTube のメインチャンネルの方をご覧になっている方は、ああ、その話かって分かってくれると思うんですね。その説明をちょっとしたいんですが、一つ前の動画で私、もう文字を書く、あるいは文字を教える動画を出すのをやめますっていう宣言をしまして、今まで出してきたゲストをお呼びする動画、ゲスト会の動画があったんですが、それの内容を100%対談動画にするっていう報告をね、した動画をあげました。 で、その動画の後半で、なんで今回、この文字を書くっていう要素を、もう動画から取り除くっていう決断をしたか。それについて喋るとめっちゃ長くなるので、ラジオに回しますって言ったんですが、それのお話が今日、このラジオなんですね。で、本当に長くなる <laughs>。本当に長くなるので、まあ、だらだら喋っていこうかなと思うんですけれども、ことの発端はですね、とあるディスコードのサーバーでした。 えー、私、最近ですね、クリエイターとしての自我がものすごく強くなってきていて、要はその動画を作るコンテンツをこう世に出す人間としてのなんか自我っていうかアイデンティティみたいなものがどんどん強くなってきちゃっていて、で、やっぱ制作するときって結構孤独なんですよね、作業として。編集する時間がすごい長いので、結構苦痛になるときもあるんですよ。もう終わらねえなみたいな。で、 自分をその集中する空間に放り込むっていう意味でなんか作業をする作業サーバーないかなって思って探索してたらすごいいいところがありましてそこで作業をしてたんですねある日でその日も字幕の編集作業をしてたんですがそこの作業サーバーはいくつか目的別にチャンネルが分かれていましてディスコードあんまりやったことない方ちょっとイメージしにくいかもしれないんですがディスコードの中ってね えー、いくつかこうテキストチャンネルチャットを打つチャンネルですとかボイスチャンネル相手の声音声が聞こえる音声チャンネルっていうのが、まあ、設置できるんですけどでそのサーバーの中では作業のガチ度によって、えー、部屋が分かれていまして、まあ、雑談 OK みたいなもう片手間に作業をやるお部屋っていうのと、まあ、ある程度作業はするんだけど クリエイティブな作業に関する雑談は OK だよみたいなコワーキングスペースっていう場所があってで、まあさらにその先にももうちょっと集中できるお部屋とかもう完全に死後禁止挨拶以外はダメみたいな部屋もいろいろあったんですがで私はその時ねコワーキングスペースの方で作業してまして私が入ろうと思ったら先にお一方いらっしゃったんですね で、そこのサーバー、ほんと出入りするのが、もう、ほぼ初めてぐらいだったので、あ、人がいる部屋に初めて入るなと思って、ちょっと緊張しながら入ったんですけど、まあ、入った瞬間は、あ、どうもみたいな感じで、あ、お願いします、みたいな感じで、それ言ったらもう、ほんと無言で、向こうもなんかカタカタパソコンを打ってる音が聞こえたり、あと、本をめくってる、ペラみたいな音が聞こえたりしてたんですね。あ、向こうも作業してるんだ、こっちも作業頑張んなきゃ、みたいな、結構集中する時間が得られて、 良かったんですけど。で、作業もそうですね。1時間ぐらい進んできたあたりで、その方がね、えっ、ー、と、ちょっと休憩タイムに入ったのかな。話しかけてきてくれたんですね。え、ちゃ先生は何されてるんですか作業。っていうふうで話しかけてきてくれたんですよ。この方が発したこの一言から、えー、私が今回ゲスト界の動画をね、アップデートするきっかけ。 になったのでちょっとこの人の話と絡めながらこれからちょっと話していきたいと思うんですがで、この全ての始まりになった方、えー、便宜上 A さんと言わせていただきますねでこの方話しかけてきてくれて「ああ今 YouTube の編集作業してるんですよ字幕の」って言ったら結構食いついてきてくれて「ええ YouTube やってるんですか?」ってなってただ私この時なんか自分がやってるチャンネルがこんなでとかは全然喋る気はなくて。 <laughs> ただなんか作業をしてる位置クリエイターとして存在したかったので詳しく喋る気がなかったんですけどあの途中途中でその方がね結構聞いてきてくれるんですよその YouTube どんなのやってるんですかみたいな感じで私がいつまでも濁してたらえそれって俺聞かない方がいいですかねってこう距離感を探るような風で聞いてきてくれたのであこれ本当に多分聞きたいやつだと思って これはちょっと言わんと失礼かもしれんなって思って言ったんですよ。あ、実はちょっとあの、いろんな人をゲストに呼んで、その人の好きなものの話を聞かせてもらうっていう動画をね、メインで上げてるんですよっていう話をしたんです。そしたらやっぱり食いついてきて、で結局チャンネルのページの URL を送りました。YouTube の。 で、その A さんの作業環境が多分ディスプレイがいくつかあってディスコードをしている端末以外にパソコンかなんかで作業してたらしくって私の動画の音がさもうディスコードの音声に丸々入ってきてはい、どうもチャク先生ですみたいな <laughs> あのゲストと喋ってる音声が丸々ディスコード内に響き渡ってですねで直近で上げてたゲスト界の動画を一本見てくれたんですよ ディスコードで通話しながらね。まあ、ネットとはいえ、全く初対面の方に、ほぼ何も私の素性をというかやってることを明かさないまま動画を見せたことがなかったので、結構ドキドキしながら、なんか変な汗かきながら、えー、その様子を見守ってたっていうかまあ聞いてたんですけど、で、A さんがね、動画を見てて、しばらーく見てて、一言だけね、まずこれを言ったんですよ。 なんで字書いてるんだって言ったんですよ。一人言ですよ、これは。A さんの一人言ね。で、私その瞬間に、確かに、それ、まあ、引っかかるよな <laughs> って思いながら、ああ、そう思いますよね、って私返したんですよ。で、まあ、A さんはそのままずっと動画を見てくださってて、まあ、一本とりあえず動画を見てくださったんですよ。で、A さんが、いくつか私に質問してきてくれるんですね。えっと、これは、なんか、 こういう人の話を聞きたいっていうのがメインでやってるんですかみたいな風に言われて。まあ、そうですね。人の話っていうか、その人の好きなもの、特に好きなものについての話を伺って、普段そういう話をなんか周りに聞いてもらえないみたいな、聞いてもらったことがないっていう人にこう楽しんでもらったり、まあ、不況しつつみたいなニュアンスでやってもらってるんですって私が返したんですよ。そしたらね、私が途端にくちばしった、 不況みたいなニュアンスっていう、不況っていうワードをしっかり拾ってくれて、A さんが。うん、不況したいな、なるほどね、みたいな感じで、また独り言みたいに言ってて、で、さらにね、これなんで字は書いてるんですかって <laughs>、当然の質問をされたわけですよ。まあ、そりゃそうじゃないですか。で、まあ、正直に、その動画にするにあたって、なんか、 顔出ししてもいないから、なんか映すもんないなと思って <laughs>。あのー、まあ、背景として使っているっていうのもあるし、まあ、自分教師をやっていたから、その、人に何かを教えるっていうのは、ま、得意な方だし、で、特に字書くの好きだし、得意な方だから。それをついでに学べるみたいなニュアンスでやってもらってますって言ったんですよ。まあ、可もなく、不可もなくみたいな合図地だったんですが、で、その後さらに、 この動画を通して、茶子先生は、こう、なんて言うんだろう。な、何がしたいんですかみたいな風に言われて、要は、この企画を通して伝えたいことは何かみたいな、主題について、クリエイターとしての目的みたいなところについて聞かれたんですよ。これはかなりもう、本質的なところなんで、まあ、しっかり言って、その、まあ、自分自身、過去に好きになったものが、周りに理解されなくって、すごい、 嫌な思いをしてきましたし、まあそれによって自分の好きなものを好きっていうこと自体がなんか恥ずかしいことのように感じてた、感じてきた過去があるので、まあそういう思いを払拭したいし、好きなものを好きって言ってすげえ楽しいし、全然恥ずかしくねえよっていうことを知ってもらいたくってこの活動をしてるんです。 こういう人間がいるっていうことをまず知ってもらいたくてこの動画出してますね、今はって言ったんですよ。そしたら、すごい A さんね、しばらーくまた黙ってさ、まあ数十秒の沈黙の後に A さんがね、うん、だとしたら、やっぱり G 書いてるのはわからないです、それはってはっきり言われましたね。で、要はね、A さんの主張としては、 その今俺はチャコさんのその何がしたいのかっていうのを聞いたからその思い自体は別に間違ってないと思うしいいと思うんだけどこの動画を初めて何の予備知識もなく見た人が思うことっていうのはえなんで話をしてるのに字を書いてるんだろうって <laughs> めっちゃ当たり前の疑問ですけどそう思って話の内容によく ほどっ興味がある人以外は絶対スルーしちゃううていうふうに言われたんですねも,うもちろんその通りだと思うんですけど、で、それって視聴者にとってすごく、なんか、置いてきぼりにしてるというか、そのゲストを大事にしたいっていう思いはすごく伝わってくるんだけど、視聴者はわかんないからやっぱ離れていっちゃうと思います。だから、もったいないですよ、今っていうようなニュアンスで言われたんですね。 で多分そういうなんか動画作り、YouTube でなんか動画を出すとかコンテンツを出すっていうことに多分明るい方なんじゃないかなと思うんですけど、基本的に一動画一テーマっていうのがセオリーだから、今文字を書くっていうことと好きなものの話をしてもらうっていう二つの要素がもうぐちゃぐちゃに噛み合わさっているので、ものすごく見ていて複雑だと、分かりにくいっていうふうに言われたので、 文字を書くっていう要素が、トークの邪魔をしてる形になっているので、もう思い切ってなくしちゃった方がいいんじゃないですかで、さらに、もっと言うと、えっ、ー、と、株元さんって知ってますかって言われて、えー、えー、ってなって、私全然知らなくって、年収チャンネルっていう、ちょっともう全然実名出しちゃうんですけど、年収チャンネルっていう YouTube の動画があって、そこで、あの、いろんな企業さんの代表さんとか、 元その企業で勤めてた人みたいな方たちを呼んで、そこの企業のなんか年収であったり、実態みたいなところをお話ししてもらって、その業界について詳しくなろうみたいな、えー、チャンネルを経営されてる、そこの方なんですけど、その方とそのチャンネルを教えてもらって、こういう風に対談形式にした方が、絶対なんか話してる感がすごい伝わりますよって言われて、 でその動画ってねまあリモート形式であってもこう画面上でゲストの方とその聞き手の方が向かい合ってるような形になっているんですねでそこでこう字幕が出てもうひたすらこう本当インタビューみたいな対談形式でバーって話が進んでいくっていう形式なんですけどもでそれ話してもらいながら私年収チャンネル見てああこういうことかって思って。 ってたんですけどまだ納得いっててななくて実はんでかって言うとね私対談形式って当初から嫌だなって思ってたんですよなんでかって言うと硬派なインタビューみたいなこうテレビのさガチガチのインタビューとかあるじゃないですかああいうのみたいに堅苦しくなって面白くなくなっちゃうことを避けたいなってずっと思ってて対談ですみたいなガチガチなやつですっていう風にしたくなくて避けてたんですよ だから、この話聞きながら、うーん、私のチャンネルではやりたくないかなって思いながら聞いてはいたんですね、A さんの話を。ただ、この後ですよ。私のその気持ちをひっくり返す納得の意見をいただいて。それがね、わ、まあ、かんないっていうのもあるし、あと、別のことしながら背中で話聞いてるやつに話したくないなっていう人もいるかもしれないですよって言われたんです。 意味がお分かりですかね。別のことをしながら、つまり文字を書きながら背中を向いて話を聞いてるんですよ。私の今までの動画って。もうこれを言われた時はグーの根も出なくって、うーわーって思いました。本当になんかね、あ、これは、 大変なことをしてたんだなって、その時初めて自覚したんですよ。これなんで私がこんなにショックを受けているかっていうと、一回でもね、教育実習に行ったことがある方だったら、よくわかると思うんですが、背中で話を聞くってね、教師のタブーなんですよ。板書しながら子供の発表を聞く先生って、それ若手の教師ほどやっちゃいがちなので、よくベテランの先生に注意されたりするんですけど、 それと同じことを私はやっていたわけですよ、これまで。なんならね、字も書きながら、ゲストの話も聞く、マルチタスクをこなす自分がすごいと思っている不思議さえあったと思います。で、しかも私は、ゲストに対しては、できる限りこう、リスペクトの気持ちを持って、誠心誠意、自分のね、 あの、できる限りの、えっ、ー、と、やれることを尽くして、ゲスト第一でやりたいなって思ってたし、やれてると思ってたのよ。<laughs> 自分なりにね。<laughs> なんだけども、その、良かれと思ってやっていた文字講座が、結果的に最もゲストをないがしろにするやり方になっていたっていうことに、その A さんの言葉で気づいてですね、 過去の動画を全部消したい気持ちになりました。本当に消してやろうかと思った。チャンネル丸ごと消してやろうかと思った。<laughs> 本当にね、とんでもないことをしたなーって、もう A さんと喋りながらなってて、もうそこから先さ、A さんにいろんなこと喋ってもらったんだけど、そのなんか後悔の念みたいなので、しばらく A さんの話入ってこなくなっちゃって、なんかね、 メンタルを保つのがやっとでした、まあ、A さんからはその後も結構具体的なアドバイスとかいただいてあのそれはもう大いに参考にさせていただこうかなって思ってるんですけどでここでね A さんとの通話を切った後に散々はあって反省した後ね一つの疑問が出てきたわけですよそれはね初見では到底わけのわからんこの動画そしてこの企画なのにもかかわらず なんで今まで20人以上も出演してくれるゲストがいたんだろうっていうことですよ。中にはね、リピートしてくれる人もいて、もう3回目とか出てくれてる人もいるんですね。そういう人がいるのはなんでだって思ったんですが、まあ確かにいるんですよ、ゲストの中には。 チャコ先生にその本格的に字を書くやり方を教えてもらって楽しかったって言ってくれる人もいるんです。この私の頭のおかしいその字を書くという類稀な <laughs> 企画そのものを褒めてくれる人もいたんですが、まあ、これはね、多分、ひいきめですよ。いやいやとおっしゃるかもしれないですけど、多分ひいきめですよ。しかも、それはメインではなく副次的なものじゃないですか。 多くのゲストの目的っていうのは多分不況だと思うんですよ。推しの。自分の好きなものを多くの人に、いろんな人に知ってもらえるチャンスだっていうことで不況しに来てると思うんですね。つまり、今まで出てきてくれたゲストの方々は私よりも視聴者のことを意識していたんですよ。私は ま、結果的にその背中で語ってたからできてなかったんですけど、視聴者よりもゲストの方を優先してたんですね。だからその視聴者に優しくない文字を解説している映像を見せつけるっていうわけのわからないことをしてたんですけど、まあ、その、つまりま、ちぐはくだったんですよ。ゲストが意識している視聴者、そして視聴者よりゲストを意識する私、みたいなところで。もうぐちゃぐちゃだったんですね。でも、 ゲストはそれでも自分の好きなものの話を聞いてくれる人がいてそれが YouTube っていうものを通して布教する役割を担ってくれるんだっていうこう望みを持って多分出てくれていたと思うんですねだから今回そこの布教するっていう目的一つにこう的を絞ってしっかり100%対談動画としてこう動画をね え、生まれ変わらせるっていう目的でアップデートしたんですけども。まあっていう、ここまで話したところが今回起きた大事件でございました。まあその A さんっていうね、本当にたまたまその作業サーバーに居合わせた方がいらしたから私はこの決断ができたんですよ。もしかしたらそのサーバーに私が足を踏み入れなかったり、その A さんの 話に耳を貸さなかったりしたら、この決断はできなかったかもしれないですね、本当に。今、3月下旬にこの動画が出てるかなと思うんですが、その A さんと喋ったのって3月の5日ぐらいだったかな ?3 月ほんと頭ぐらいだったんですね。えー、だからもう1ヶ月で私の腹が決まったと。 この動画を出すまで、腑に落ちるところまで来て、もうすぐに改善するっていうところまで行けたので、もうなんかこのスピード感もすごい自分的には良かったなって思います。でね、今気づいたのも良かったなって思うんですよ。そんなもっと早くに気づいてけばもっと早く直せたじゃんって多分思う人いると思うんですけど、これより早くに、 A さんに同じようにこう作業サーバーで出会って全く同じことを言われたとしても多分私はね今まで通りのやり方をね結構したと思うなぜなら聞き手としての自分に自信が持てなかったからです今までだったら要は私何て言うんだろう今でこそさ自分がなんか人の話を人の好きなものの話を楽しく興味を持って聞くっていうことが めちゃくちゃできてきてるなって今は思うんですよ。それはやったからなんですよ。回数やったから。実績があるからそう今は思えるだけなんだけど、やり始めた当初ってね、話を聞くなんて誰でもできるじゃないですか。だって友達と話をしてたって会話は成り立つわけだから、 そんなのを私がやったところでゲストには絶対満足してもらえないだろうなって思ってて他の要素がないと満たされなかったなって思われるんじゃないかなってあの当時思ってたんですよ多分だからすごい不安だったんでしょうねでも今はそのまあいろいろ余曲折あったけど10人超え20人超えっていう風で何回もこうゲスト動画を出していくことができて で、いろんな人に褒めてもらってさ、チャコ先生と喋るのすごい楽しかったですとか、また出たいですとか、あの、次の話したいんで予約していいですかとか、言ってもらったり、声かけてもらったり、で、実際に収録して、また楽しかったって言ってもらえるっていう体験をいっぱいいっぱい積み重ねて、自分は、まあ、まだ足りないところたくさんあるんだけど、少なくとも今まで喋った人たちには、こう、 自分の好きなものについての話、楽しくしてもらえたのかなっていうふうに自信はついているわけですよ。もうそれもこれもさ、勇気を振り絞って通話に応じてくれた人とか、リピートやりたいって言ってくれた人とか、もうそういう人たちのおかげじゃないですか。だから、もう私一人では絶対ここまでは来れてないし、一人ではできない企画をやっているからこそさ、 すごいなんかね、感慨深いなーっていうのがあります。めちゃくちゃある。その A さんも含めてですよ。A さんとの出会いも含めて、もうなんかね、すべてがさ、フラグだったかのような <laughs>。<laughs> 私結構ね、人生をフラグだと思,思って、あの、考えるの大好きなんですけど、ゲームのようなところがあるので。だから昔した失敗は、この成功のためのフラグだったのだ、みたいな風に考えるの結構好きなんですけど、 今回のもうそういうところがありますね。当時はゲストのためになると思ってやっていたことが、A さんの一言によって、それは真逆のことだったのだって気づいたわけですよ。そういうフラグを立てられて、無事回収して、あの、無事後悔して <laughs>、大反省会したんですけど、でもやっぱり、それがなかったら、こんな編成も辿ってないし、 日々地道にまあ改善してるんですけど、あの字幕だとか編集のやり方とかね、細かく変えてきてるんですけど、そういうのも積み重なってこなかったら、A さんには動画を見てもらえなかっただろうし、あのまあ本当にいろんななんか、すべての行動が全部フラグだったんだろうなって今は思えますね。っていうぐらい、もうすごいなんか、今はすがすがしい <laughs>。気づいてよかったーって思いますね。はい。ので、 次回の分からゲスト会ね、あの、変わります。実はね、あの、次回とその次の分の回、シンガーソングライターのレオルさんっていう方がいるんですが、その方についてのお話をしてもらったゲスト、お二方ゲストいるんですけど、別々の方がね、えー、別々で収録した方がお二方いて、その方たちの時はまだね、字を書いてもらってたし、私も板書をしてたの。だから、 その回の動画を無理やり映像なしにして対談形式に見えるように背景を変えてるんですけどだからよく聞くとねチョークの音が聞こえます <laughs> あ、チョーク先生動画変わってるじゃんって思うかもしれないけど音声は晩書してる時の音声のまんまなのでところどころ私が喋りながらさあー、わかりますわかりますとか言ってここここここみたいなカカカカカ,カ,カみたいなチョークをさあの書く音が聞こえるので よく耳澄ましてみてください。あこいつまず板書してやがると思ってみてください。まあ、あの、そのゲストお二方にはね、その字のところを取っ払って編集してもいいですかっていうふうにあのお願いはしてあって、くだくは取れたので、無事そういうふうに編集できるんですけれども、やっぱり自分で作ってみててもね、その今編集してるんですが、なんて言うんだろう。 せっかくゲストが喋ってるのに映像では全く違う字をひたすら書いてるのですごい違和感があったなって今更ながら思いますねよく編集してられたな一年間もって思うんですけどいやだから本当に慣れって恐ろしいなって思いますけど <laughs> はい <laughs> はいというわけでえー、っとま次回の回から、ま、見かけ上は対談形式に見えるように編集してまして で、さらにその先からの回では、もう本当に私が喋ってる映像が出ます。あの、顔はアイコンで多分隠すと思うんですけども、私が喋ってる映像と相手の方のアイコンが出ている感じになって、こう、リモートで対談しているような感じに、まあ見えるようにセッティングするだけっていう風ですけどね。だからよりこう視聴者的にも話の内容に集中できるような、 絵面になななるのではないかなと思いますののでははいいいいいそちらの方もおお楽ししみにしておいてください、はい、というわけで今回はね気づいてよかった文字の呪縛の解放おめでとうっていう回でございます私が無事解放された記念としてこのラジオを <laughs>、はい、公開したいと思いますので皆さんもおめでとうっていうことでね、はい、よろしくお願いいたしますはいでは次の動画でお会いしましょうありがとうございました 拜拜。Bye bye.